厚木新は、日本の財務官僚。財務省関東財務局長、経済産業省貿易経済協力局長を経て、日本郵政代表執行役副社長。徳島県鳴門市無谷町出身。徳島県立城南高等学校を経て、一橋大学経済学部経済学科卒業。1977年4月大倉省入省。 1982年7月と和田税務所長。財務省で、主計局や証券局等に所属。通称産業省産業政策局、小政課課長補佐や、主計局主計官補佐、大臣官房企画官を経て、外務省、OECD 政府代表部参事官時代は、韓国の OECD 加盟に尽力。1997年から財務省国際局で、 開発金融課長や調査課長を務め、アジア通貨危機器に対応した。金融庁総務企画局市場課長を経て、2002年証券取引、当監視委員会総務検査課長。その後も2003年に金融庁検査局総務課長、2004年に金融庁総務企画局検査局担当審議官を務めある時に検査部門を担当。 2005年コロンビア大学客員研究員2006年東海財務局長兼財務総合政策研究所東海研修士所長2007年証券取引等監視委員会事務局次長2009年関東財務局長2010年日本国憲法下で初めて経済産業省と財務省との間で局長交流人事が行われ 経済産業省貿易経済協力局長に就任。近年、国際的な大型インフラ設備の入札競争で日本企業が韓国企業の後陣を廃しているのは韓国が自国農業をある程度犠牲にして EPA に締結しているためであり、日本の場合、農業保護を掲げる農水省と経産省との間で対立が続いていたとされている。 2012年12月日本総合研究所顧問。2013年6月から育たつ親や小松敏秀と、共に、日本郵政執行役副社長。2014年6月、同社取締役代表執行役副社長。2017年6月退任。2018年カーディフ生命保険監査役。ありがとうございます。